平成28年12月8日、阿蘇市黒川の道の駅阿蘇で、災害時の食べ物となる乾便食と保存食の試食会が開かれました。この試食会は、阿蘇市と民間活力開発機構が、レトルト食品や保存食の美味しさを伝え、防災意識の向上を図ろうと初めて開催したもので、まず、佐藤義興阿蘇市長が挨拶しました。会場には県内外から参加した7社の食品メーカーがブースを設けて、お湯や水を注ぐだけで食べられる五目ご飯や保存食に適している缶詰など33種類およそ2000食が用意されました。試食会には大勢の市民らが訪れ、調理方法などの説明を聞きながら試食していました。缶詰があんなに美味しいとは思わなかった、簡単にできて美味しいですよ。災害時とか避難している時なんかはいろんな生活、水とか電気とかいろんなことが不自由しますからね、簡単にできて、そして美味しければためになります。午後からは道の駅波野に会場を移して、食品メーカーや阿蘇地区の道の駅関係者らによる意見交換会が開かれ、民間活力開発機構からは、これを機会に道の駅で乾便食・保存食のコーナーを設けるなどして実証実験に取り組んでほしいとアドバイスがありました。道の駅波野では早速レトルト食品と保存食の展示コーナーを設けて、道の駅を訪れるお客さんにアピールしていました。